3時になりました7月15日火曜日 FM786 あ失礼いたしました7月9日火曜日 FM786 ギノアンウェーブのお時間になりました毎週火曜日3時から4時までの1時間ここ FM 読ミのスタジオから生放送でお送りしていますラジオは 78.6MHz インターネットでも配信しておりますのでどうぞ皆さんご覧ください電波波という波に乗せてこの 読谷村からギドワン情報をお届けいたしますはいそれでは皆さん改めましてこんにちは 皆さんお元気でしょうか ?4 月からスタートしたギノワン情報番組 FM786 ギノワンウェーブ。7月に入りまして3時台にお引っ越しとなりました。皆さん聞いてくださってますでしょうかいかがでしょうかギノワン市の女行政、観光、教育の情報をタイムリーにお届けしている番組となっています。行政と市民の皆さんの架け橋になる FM786 ギノワンウェーブ。 この番組を担当するのは、私、FM ヨミタンパーソナリティ、金城玲子と、今日は、みーちゃんがお休みなので、私が一人で頑張ってまいります。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。え皆さんの技能案情報をどうぞ番組にお寄せください。メールアドレスが、fm786-fm ヨミタン .co.jp、fm co. 数字の786、 アットマーク、f m 読みたん c o j p となっています。メールの件名に、fm786 ギノワウェブと書いてくださいね。えそしてこの後、えー、15分明け、ゲストの方をお迎えいたします。ゲストの皆さんに向けてのメッセージなども、どうぞ皆さん、お寄せいただきたいと思いますえ。また今、ラジオを聞いている皆さん、 今からでも遅くありません。どうぞ FM 読みに、ギノワンの美味しいお店、そして、今週末のイベント情報などをどんどんお寄せください。ギノワン市の皆さんたちの参加型の番組を目指しているのが、FM786 ギノワンウェブです。どうぞ皆さん、遠慮なくメールをお寄せくださいね。また、電話も受付しております。958-7860 9587860となっています。皆さんの足元のギノワン情報をどうぞこちら FM 読みまでお寄せください。お待ちしています。ということで、皆さんお元気でしたでしょうか毎日夏日が続いておりますけれども、今日もね、気温が高いですよえ。最高気温33度ということで、多分皆さんたちの体感温度はもっと高いのではないでしょうか え今日は晴れマーク1つとなっておりますえこのあと降水確率ですがえ深夜24時まで20%ということでまあ今日はお天気の方崩れる見込みはないようですしかし今朝の「イーモーニング」みゆきさんからもねずっと、えー、番組でご紹介されてますが台風近づいてきてるようですよ皆さん今週末 イベントを控えている方、多いかもしれませんね。どうぞ今のうちから台風対策などをね、しっかりと整えてください。え昨年のね、台風では本当にあちらこちらの地域が停電となり、ここ読谷村も3日間の停電となりました。しかし、やはりね、皆さん、準備をあらかじめしておくということはね、とても大事だと思います。どうぞ皆さん、え台風に備えての準備などを、まず皆さんしてくださいね。 えそれでは皆さん、えー、今週のギノワン情報などなどをね、えー、まず、えー、ギノワンのこの司法の方からまずご紹介したいと思います。 えまずはね、第一コーナーでは行政の情報などをお寄せ、えー、いただいたりえ、またホームページ、皆さんのフェイスブックの方からアップされた情報を皆さんにお届けしてまいります。えいよいよ来月、あと一月と迫ってまいりました、第36回羽衣祭り。このお祭りに向けて、いろんな形でね、今、実行委員会の皆さんも頑張っていらっしゃるそうです。えまずは皆さん、どうぞ、えー、このね、えー この羽衣祭りに向けてのボランティアスタッフの皆さんを募集しているということですえ。毎年恒例ということで、この羽衣祭りを参加される皆さんもいらっしゃるんですけれども、裏方のね、ボランティアを手伝いたいという方もいらっしゃるのではないかと思います。第36回義野湾羽衣祭りがいよいよ8月の10日土曜日、11日日曜日に開催されます。 この羽衣祭りは市民の力で祭りを作り上げる市民参加型の祭りとして定着し、毎年多くの観客が訪れるような祭りへと成長するようになりましたが、今年も祭りを盛り上げていただけるボランティアスタッフの方を募集しております。日時は8月の10日土曜日、11日日曜日、予備日としては8月の17日の土曜日、18日の日曜日、 対象は中学生以上え、市内外問わずということで、よかったですね、皆さん。宜野湾市の皆さんじゃなくても、中学生以上の皆さんであれば、ボランティアに参加することが可能だということです。え中高生のボランティアに関しては、沖縄県青少年保護育成条例により、午後8時までとなりますがえ、ボランティアの内容としては、まず、運営スタッフ、 えー、これは、まあ、お祭りのこの、えー、絵巻行列。それから、花な、は花火フェスタ。えー、それから、羽衣カチャーシー大会。まあ、すごいですね。こういったものの裏方をね、えー、お手伝いの方、募集しているということです。えー、ボランティアの内容としては以上となりますが、お申し込みの期限が決まっております。えー、今月の17日水曜日まで。えー、今月の17日水曜日までとなっています。 お問い合わせを先をご紹介します。どうぞ皆さん、メモのご用意を。え、ギノワンハゴロモ祭り実行委員会。え、こちらは、ギノワン市の観光振興協会の中にございます。え、平日は9時、それから、え、夕方6時までとなっております。朝9時から夕方6時まで。え、電話番号が89、897-2764。897-2764。え、ファックスは89、897-2764。 07698970769となっています。え、また、ギノワ市の観光振興協会。こちらの方まで、えー、まずね、ホームページなどを、えー、検索していただくと、こちらのボランティアスタッフのね、えー、記事なども掲載されておりますので、まずこちらの方からもね、ご覧いただけるといいのではないでしょうか。みんなで一緒に盛り上げていきましょう。第36回ギノワハゴロモ祭り。ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。 はい。ということでね、こういったボランティアに携わることによって、地域のね、いよいよ活性化にもつながります。まずはね、皆さん、ぜひお問い合わせをしてみてください。それから、続いて、情報掲示板からの皆さんに募集のお知らせとなります。ノルディックウォーキング体験教室、受講生募集ということで、市内の在住、在勤で18歳以上の方、定員20名までを募集しています。 対象は、ノルディックウォーキングに興味のある方。え日時は7月の11日の木曜日とえ、18日の木曜日となっています。えどうぞ皆さんえ、こちらの方ね、ギノワン市の私立グラウンドにて、え無料となっておりますので、どうぞ皆さんねえ、たくさんの皆さん、ちょっとね、健康に気をつけたいんだよねっていう、そこの皆さん、ぜひ参加してみてくださいね。やはりね、健康に気をつけるというのはね、こんないくら暑いの時でも、 大事ですよね。毎日エアコンをかけてお家にいるだけでは残念ながら健康っていうのは維持することができませんぜひぜひ皆さん、えー、参加してみていただきたいと思います え、続いて、え、今度は、親子キャンプで野外料理に挑戦しようということで、いよいよね、間もなく夏休みがスタートしますけれども、え、夏休み始まってすぐかなえ、この野外料理に親子で、え、教室参加しませんかということで、募集がかかっております。こちらの方は、え、まずですね、え、季節なんですが、7月の20日の土曜日から、 21日の日曜日の一泊二日となっています。主催は沖縄県立石川青少年の家となっています。募集人員ですが小学生以上の家族15組程度。1人当たりは2000円。これには保険料とその他が含まれています。申し込み期間ですが7月の2日の火曜日から16日火曜日までとなっています。 お問い合わせは、県立石川青少年の家。電話番号は、964-3263、964-3263となっています。え、また、いいですね。夏休みのイベントなどで、いろんなものが、えー、予定であるようです。え、自然と触れ合う家族の集いということで、親子でカヌー、えー、カヌー、バナナボート体験。いいですね。これも同じく、石川青少年の家で行われる予定です。 日時は7月の30日の火曜日朝9時から1時までとなっています小学生以上の家族40名程度参加費用は1人当たりが2000円となっていますこれも同じく保険料とその他が含まれます申し込み期間は7月の10日水曜日から20日土曜日の、えー、までとなっています問い合わせは同じく県立石川青少年の家9643263 964-3263以上自然と触れ合う家族の集い親子でカヌーバナナボート体験のお知らせでしたねいいですね今からね夏休みに向けて こういったものが、どこでどんな風に行われているかというのね、なかなか、えー、このね、司法技能案というのを、今度新しく、明日7月の10日にね、また新しい7月号が発行されるんですが、こういったものの情報というのは、紙だけではなく、耳から残る情報はね、より一層皆さんたちのね、えー、印象に残るのではないかと思います。えー、引き続き1週間おきにね、新しい情報を皆さんに発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まあ本当にね、皆さん、えー、間もなくプールの方も、え、いよいよ、スタートするそうなんですけれども、こちらのね、監視員の皆さんも、えー、募集しているようなんですが、あ、こちらはね、残念ながら募集の方はもうね、えー、つい最近、締め切りが終了したということで、まあ夏休みに向けて、ギノワン市のプール、利用される皆さんたちね、えー、ぜひ、 こういった市のプール、え、利用してくださいね。安いお値段で、え、利用できるというのはね、まあ、例えばあの、リゾートホテルのプールなどを利用される方もとても多いんですけれども、え、地域にある市のプールというのはね、お値段もお安いので、ぜひ利用されてみてください。え、続きまして今度は市民図書館ガイドの情報から、え、皆さんに発信いたします。え、まず、7月の予定なんですけれども、7月の17日水曜日。 午後3時30分から読み聞かせサークル、ムクというのが行われるようです。また、20日の土曜日、15時30分から絵本を楽しむ会、麦の穂というのが行われます。また、27日の土曜日、14時から命の授業900日、豚のピーちゃんと32人の小学生、こちらはね、 40分間行われるそうですよ。映画のね、試写会となっております。え詳しい皆さんお問い合わせは、えー、こちら図書館の方までお問い合わせください。897-4646、897-4646となっています。 えまた今度は子育てガイドの方から皆さんにご紹介いたします。え今度はですね、1歳6ヶ月、えー、1歳ヶ月時検診、こちらの方が行われる予定です。11日の木曜日と25日の木曜日、時間は1時15分から2時30分となっています。2歳児歯科検診が18日の木曜日、同じく午後1時15分から2時45分までの間行われます。 え続きまして、3歳児健診が24日の水曜日、1時15分から2時までとなっています。双葉母子健康相談が16日の火曜日、10時から11時まで行われます。え明日10日、まんまん教室、離乳食教室が行われる予定です。こちらの方は1時30分から1時45分となっています。コアラクラブ。 これは、えー、育児学級ということでね、子育て中のお母さんたちにぜひぜひおすすめですね12日の金曜日午後1時30分から1時45分。 そして最後に、のびっこ親子教室、親子で参加される教室となっています。こちらの方は、17日の水曜日となっています。ぜひ、時間帯などはお問い合わせください。こちらはすべて、子育てガイド、7月ということで、電話番号を申し上げます。898-5583、898-5583となっています。以上、子育てガイドのお知らせでした。 え、来週からはですね、新しく7月号が発刊されますので、こちらの方からまた皆さんに新しい情報をご紹介したいと思います。え、以上、行政、司法技能案からご紹介いたしました。では、一旦お知らせ挟みまして、ゲストの方をお招きいたします。 thank you 私の、えー、素敵なゲストの方をお招きいたしまして、技能案情報をお届けするコーナーとなっています、えー、もうね、インターネットの方では私の横に素敵な男性の方がね映っていらっしゃいますけれども、ネットをご覧の皆さんは、えー、ご覧になられているでしょうか、ではですね私がご紹介するより自己紹介の方がいいかな、ではよろしくお願いいたします。はい、はい、えー、こんにちは議論社交業業飲食業協会の 会長中松智之です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一つの、えー、顔がありますよね。はい。こちらの方も。えー、<laughs> はい、えー。毎年夏場になりますと、ビアガーデン B サイドというお店を宜野湾市九南の方でやってます。ぜひ遊びに来てください。景色の方もとてもいいです。はい、<laughs> 中松さん、よろしくお願いいたします。中松さん、緊張してますか。はい。あ、緊張してるということで。<laughs> はい、えー、宜野湾市。 え社交飲食業協会のえ会長さんということなんですがこれは宜野湾市だけの協会なんですか、はいえー、宜野湾市だけではなくて、はい、沖縄全県に、はいえー、各10カ所ぐらいに各支部がありまして、はい、それを、えー、県の方で連合会という形でまとまって、はい、あと全国組織にもあります。はい、はい あそうなんですねで今現在、宜野湾市の社交え飲食業界というのは何人ぐだいぶあの不景気になりまして会員は減ってますが約、はい、180から190人ぐらいの、はいえー、会員が今在籍してますそうなんです、ね、それでもそんなにたくさんの皆さんたちが加入していらっしゃるということなんですけども、はいえっとやはり飲食業協会ということなので、えー、っとどちらかというと商工会とはまたちょっと別の形になるんですかね。 そうですね企業されている方の集まりではあるんですが、はい、主に、えー、バー、スナック、はい、居酒屋と社交・飲食業というあの、はい、内容が濃い。 カラーが強いですね。あ、そうなんですね。はい、じゃあやはりこの商工会に加入している皆さんたちと飲食業協会に加入している皆さんとではちょっとじゃあカラーがやっぱり違ってくるわけなんですね。カラーが違いますけど、はい、まあ重複されてる方もだいぶいます。うん、そうなんですね。はい、はい。えっと先日ですね、あの技能ア市の皆さんたちからたくさんの情報をお寄せいただいて、まあ今回中松さんの方にね、えー、ゲストとしてご出演いただくということになったんですが、あの実際にちょっと聞いたところによると技能ア市の皆さんは 地元のこの行きつけのお店っていうのがほぼ決まってるって伺ったんですけどどうですか。まあ狭いコミュニティですね。<laughs> <laughs> そうですねあのまあ皆さん馴染みの方が結構いまして、はいはい、そういったところでまあお酒を飲むっていうのが結構多いです。うん、あ、はい、じゃあ常連さんたちはもう今日はどこに行くっていうよりももう一時会はあそこに行って、二時間はあそこに行ってっていう。そうですね。あ中松さんのお店は何時会にだいたい。 どうでしょううかちのお店は、えー、8時から朝6時までやってますので<っ>バーモンタナというところですね。あということスナック帰りとか、はい、そういった方ですかもう何時かか記憶のない方も。<laughs> <laughs> スナックに行ってもう一回、またバーに行くんですか、それはやっぱり中松さんとお話をしに来られる方の方が多いんですどうでしょうかね、朝までやってますので、遊びながら皆さんエネルギー、充電をしてね、あのー、次の次のでも朝6時までということは、もう間もなく夜明けということですよね、その流れで仕事に行っちゃう皆さん。はい まあ、あ,あ、すごいね、技能。技能、ね、あの、皆さん、元気な方が多いですからね。はい、ギノワン応援団の方は、中松さんの方は、お入りになられてるんですか?。はい、あのー、まあ、ちょくちょくでありますが、はい、お手伝いさせてもらってます。はい、えっ、ー、と、先週、先先週ですか、ね、六月の三十日に。えっ、ー、と、羽衣こうカップが行われておりましたけれども、なんか。あのー、時、すごい大きな二百五十キロ級の。カジキマグロですね。私も見ました。 だが、はい、もう、どうでした。想像するぐらいの大きさでした。で、それは、釣った後、どうなったんですか。食べ、食べた。そこまでは見てないんですけど、<laughs> ずっと釣りっぱなしでしたね。釣りっぱなし、<laughs> なんか、皆さんね、<laughs> ねほとんどの方が一緒に写真撮影を、してらっしゃるということでね。カジキマグロの。 えー、肩もね <laughs> ちょっと恥ずかしかったんじゃないでしょうかね、はいでもこの羽衣コーカップもすごく人気ということなんですが、いよいよこの来月ですか8月の10、11日に迫ってきた、えー、羽衣祭り、えー、この私のですね後ろの方にもポスターの方をあのネットでちょうどこの時は隠れてます、ね、後であとでり替えておきますけれども羽衣祭りが中松さん、はい、行われるということですけれども、はい、今回はどんな感じで行う予定ですか そうですねあの、はい、私たち社交協会の方も、はいえー、ボランティアとしてあの一員としてあの、はい、その場、えー、手伝いさせてもらいます、はい、そして、あの今年はトビニスハニースカチャーシー大会と二十25回記念になっていますので、はい、ぜひあの多くの皆さんに来てみていただいてです、ねうん、感動してもらいたいいたと思います,そうです、ね、毎年、この羽衣祭りはどれぐらいの皆さんがお越しになられているんですかね。 そうですね。あの、うん、結構何万人という数ですけど、あ,あの、毎年、ね、毎年盛り上がりを見せて、はいはい、増えてきてます。あ、そうなんですね。今年で第三十六回ということで、毎年きっと多い人数の皆さんが。この羽衣祭りに来られてると思うんですけど、大体この実行委員の皆さんたちが。準備をされるのって、いつぐらいから準備されてるんですか?。もうすでに始まってまして、はい、ええー、委員会がですね。はい、ええー、先月から始まってます、はい。あ、そうなんですね。毎月、はい、毎週。 あのてあのこの実員会の打ち合わせがやはりスタートしているということで今年は何か去年と違って新しい、えー、試みみたいなものはありますかえあ、まあ、試みというよりも、えー、勝ち足の方が記念大会となっておりますので、はいはい、それに向けて全力で皆さん頑張っていますということで、ねはい、第36回を迎える羽衣祭りいよいよ8月の10日11日に迫っています。うん いいよいよですねこの羽衣まつりのほうなんですけれども、えーま、実行委員の皆さんたちもたくさんの方々が、えー、お越しになられているということで、えー、今年はまた素敵なゲストの皆さんたちもジョニー・ギノワンさんたちは毎年、ねはい、出られるんではないでしょうか盛り上げててもらっいますジョニー・ギノワンさんは前回のウクレレビーチパーリーでまたね たくさん演奏されていたということなんですけれども、はい、ででそうですね、今度の羽衣祭りでもやっぱりご出演される、はい、あとこの前、ですね、えー、と3月まで番組を持っておりました「あのーえー、とレディオラフピー323」という国際映画祭の番組があったんですけど、その時に具志堅ファミリーの皆さんたちが、あのー、ゲストで来てくださいまして、あのー、出身、宜野湾市出身の、うん。 え皆さんたちで、えー、その方たちもなんか、高橋さんの情報によるとご出演されるということで、中松さん言ってましたよ。すごいですね。はい。頑張っていただきたいと思います。はい、ではですね、えー、とここでメールが届いているのでご紹介をしたいと思いますね。あららら、高橋さんから来てますよ。はい。えー、ではご紹介させていただきます。玲子さん、中曽根社長、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。高橋さん、聞いてますか はい、え今日のゲストは宜野湾市社交飲食業協会新会長の中松智之会長ということで質問です、今夜、モモンタナアイですかもう約20年間ぐらい続いてるいるモアイがですね、はい、今日はありますので、はい、ぜひ参加してくださいはい。 ぜひ、えー、写真はビアガーデン B サイドの昼と夜の B サイドから望む変換される西普天間地区と太陽ですということで、あ素敵な画像が届いてますね。うん、ラジオの皆さんにはちょっとねぜひあの逆に住所をあの中松さん伝えてもらっていいですか。はいはい、はいえー、ビアガーデンの方が議論安子急な一零三九 G タウンビル四階まああの 有名なのが記事の店シャリマの迎えになってます、はい、<laughs> 楽しい写真も送っている <laughs> もうね高橋さんいつもこんなんなんですよね、えー、高橋さん本当にあの 面白い方なんですけどもね、はいえー、ありがとうございました素敵な写真が4枚添付されてましたね、はい、最後の締めも <laughs> 面白い写真ありがとうございましたまだまだメールを募集しておりますので皆さん、えー、メール送ってくださいね、えー、続いて1つ、ね、メールが入っているのでこれはね宜野湾特派員さんからなんですよ玲子、えー、さんこんにちはこんにちは、えー、宜野湾市普天間にはなぜかおでん屋が多いのですそうなんですかそうでですねあの<え>昔からおでん屋 さんは多いですねそうですかどういった理由かわからないわ、ね、からないですけどね <laughs>、えー、私が行く店は普天間の三栄裏にあるもんじゃ焼きが食べられる店は行きますそこのもんじゃ焼きはカセットコンロくらいの大きさですお大きいですね大きいですね <laughs> ですね、えー、あと焼き鳥もおいしいです駐車場はないので三栄裏にある有料駐車場がありますあとはおっちゃん酒屋という居酒屋もいいし知ってますはいいいい知ってますもという居酒屋もいいし これは何て読みますか住所荒城と書いてアラグスクですアラグスクだと、はい、リュウグという地下にある隠れ家的な居酒屋だそうです知ってます、はい、リュウグこれも先ほど言ったアンカー少女の近くああ、そうなんですかこの周辺多いんですねそうですねお店がはい、はいえー、ということですで、あ泡盛。 ギノワハゴロモですが、あ、これはですね、あの、高里さんがお土産にリスナープレゼントで持ってきてくれたものなんですけども、えー、県外に住んでる友人から毎日少しずつ飲んでるけど、もうなくなるからおかわりってメールが来ました。かっこ笑い。ハゴロモ祭りの日曜日ならボラン、<laughs> 日曜日ならボランティアできそうですということで、はごろも特派員じゃないですね、非公認宜野湾特派員の方が、はごろも祭りのボランティアをしてもいいよということで、今、メッセージ入ったみたいですよ、どうされます <laughs> 大変嬉しいことですね、はい、ぜひ参加していただきたいと、ね、はいます、えー、ぜひ、はごろも祭りの実行委員会の方までね、はい、お問い合わせをいただきたいと思うんですけども、<や>実行委員会の電話番号って分かりますさっき私、えー 方法の中で電話番号を申し上げたのでこちらの方にじゃ電話番号を言いますねえっ、ー、と特配の方いいですか八九七二七六四八九七二七六四ですは、えー、ボランティアスタッフ羽衣ロモ祭りのボランティアスタッフを募集しておりますので、えー、こちら七月の十七日水曜日までが締め切りとなっておりますのでぜひこの二日間のボランティア、えー、ぜひ参加できる方は、えー、皆さんね問い合わせいただきたいと思います十五、えー、分間ねあっという間だったんですけれども中松さん一旦おし 入りましょうね。はいでは一旦お知らせに入りまして続いてえ今度は来週の方のゲストねご,えご,ご,ご紹介したいと思います。 えー、いよいよ最後のコーナーというよりも、えー、午後3時30分となりました、えー、ゲストをお迎えしては最後のコーナーとなりますが、えー、これからもです、ね、中松さんの方に、えー、ゲスト、ね、そのまま入っていただきまして技能案情報をお届けしたいと思います。中松さん よろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いしますはいということでね、えー、先ほどは技能安市の社交飲食業協会ということで中松さん新会長になられたということなんですけれどもはい、はい、えっ、ー、とお伝えしたいこといくつかあるということなんですがちょっとご紹介の方お願いできますでしょうかはいえー私ども社交協会、えー、会員がちょっと、えー、伸び悩んでますので、はいえー、どういった 点化あの得点化ということをちょっとお伝えしたくてですね。はい、あのまあ会員なられなられますとこう接客マナー講習会とまた衛生管理の指導そういったもののお手伝いなどをしてます。そして新規店舗、えー、を考えている方への、えー、行政 および警察への手続き等の代行も行っていますので、はい、あのお気軽に、えー、事務所の方まで相談していただければ、はい、あのいろいろお手伝いできるかと思いますので、はい、ぜひ、えー、来ていただきたいと思います。はいえー、これからもますますこの人数をやっぱり増やしていかないといけないと思うんですけれど,もど,う,やってどうやっていけばこう増えていく感じがしますか 新しく、はいえー、会員の、えー、役員も変わりましたので、はい、またあの新しい発想で,です、ねうん、いろんな情報を発信していきながら、えー、どういった活動をしているかというのは見えるようにしながら、ねえー、会員の獲得に向けて頑張っていきたいのとです、ね、はい、あとはそういった行政等の少し手間がかかる手続きなどの代行も、えー、こちらの方でやっていますので、あはい、ぜひあのお気軽に相談していただければ、はい、そういった 新規店舗、そういった形での営業のお手伝いできると思います、うん、あそうですね、えー、そしてあの、やはりあの朝まで、えー、空いているということはもうそのまま、例えば本当にご出勤をされる方たちもとても <laughs> 多いと思うんですけれどもやはりこの夜の,この飲食業界の皆さんたちで、えー、お客様に対してやっぱり気を配っているところってどういうううところがありますかそうですかそでねあの、はい、どうしても飲酒運転絡みの大きなこう事故が多いといって。 どうしてもお酒飲んでしまうとこう運転に差し支えますので、はい、その辺は注意しながら、そう、ね、え車を持たないようにとか、はい、そういった関係のないところでお酒を飲むとか、うそういったことは常に行ってます。はい、えっと代行とかっていうのは皆さん提携されていらっしゃるったりするんですか。はい、そうですね。あの、はい、結構今代行の方も、はいえー、いろいろありまして、はい。 朝方まで、もしくは朝から昼までとか、いろいろな時間帯での代行の利用もできますので。そうなんですか。そのお客さんにあったあのニーズの、この時間帯も選べますので、ぜひ気軽に。はい。昼間も。あります。あるんですか。夕方からだと思ってたんですけれども、あるんですか。そうなんですか。はい、じゃあですね、えっと、いよいよ中松さん、ちょっとここでですね。はい、なんと、素敵な方が、今ね。 電話でつながってるんですけれども、ちょっと呼んでみましょうか。はい、じゃあ中松さんの方から呼んでいただきましょう。どうぞ。あ、もしもし。あ、あ、こんにちは、えー、社交協会の中松です。えーえー、先先週ぶりぐらいですね。<laughs> あの空すはまた夕べも飲まれてたんですか。飲まなかったですか。あ、そうですか。<laughs> 前回美味しかったです。はい。 どううもありがとうございます、はい、はい、はい、いいですよ、はい、こんにちは、金城です、はい、はい、すいませんね、すれはい、そうですね、もう本当、お会いできるの、うん、はい、はい、<laughs> え実は来週なんですけれども、はい。 来週あの、ゲストにご出演いただきたいんですけども、はい、じゃあここはあの中松さんから一声かけていただきましょうか、来週、呼びかけしていただきましょうか、はいはいえー、来週来てもらえるかな <laughs> ありがとうございます。では来週、えー 2, 時えー、2時30分から、えー、45分ぐらいまでの間に、えー、よかったらお越しください。冬見をみたんでお待ちしております。はい。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はーい。はい。ということで、はい。えー、普天間神宮の荒垣宮司。荒、はい、垣宮司さんに電話がね、無事に繋がりました。中松さん、どうでしょうかはい。 新垣空自はいかがですか。いつも一緒に飲んでいらっしゃるそうなんです。あの、楽しい方で、はいろいろ勉強させてもらってます。あ、そうですよね。また、あの、地域の活動にも、すごい、はい、あの、頑張っていらっしゃる方なので。はい、はい、一緒に、あの、頑張りたいと思います。はい、はい、これからもね。えー、ぜひ、まあ、やっぱり普天間神宮は、あの、歴史のあるところだと思いますので。地域で、こうやって、活性化させていくのには、とてもいいですよね。そうですね。はい。はい、はい。じゃあ、あ、えー、中松さん。 あと8分時間があります。多分足りないぐらいじゃないかと思いますので、うん、よかったらちょっと今度はえっ、ー、とこの飲食業協会のことと、えー、バーの、えー、宣伝、それからもう一つのビアガーデンの宣伝、はい、どうぞ。いいですかはい。すみませんあの先ほど協、はいえー、会の方の電話番号をちょっと言い忘れた。はい。えー、8922376 えー、朝10時から夕方6時まで、えー、月曜から木曜、えー、金曜日まで、ですね、はい、あの事務所の方は空いてますので、はい、気軽に、あのまたおいしいコーヒーも用意してありますので、はい、ぜひ遊びに来てくださいその近くにあります、えー、ま22年になりますけど、えーま、ちょっと古いお店ですけど、えー、65名ぐらい入れる大きなお店です。 えー、結婚式の二次会といろいろイベントとかもやりますのでぜひ遊びに来てください、はい、そして、えー、夏場だけですね6月から約10月までの4か月間3か月間4か月間ぐらいですねビアーガーデンという球団の方でやってますのでぜひこちらの方もあもお得なプランも用意してますので気軽に遊びに来てくださいよろしくお願いしますはいいいよろしししくお願いいたしますそして、えー、と先ほどののビサイドのあの綺麗な夜景が はいあのね、さっきあの、高江さんのメールは、ね、どう見てもあの、えー、皆さんたちにはお伝えできないのでこちらの方は、えー、ちょうど時8時ぐらい、ですね、えー、茶炭の,のこうの夜景とひ東シナ海の方も、えー、一望できる、まあ、素晴らしい景色になってますのでぜひレートでもご利用ください、はい、あとあのプランがあるということなんですけど、はい、よかったらご紹介いただいてもいいですか。えーすね、お一人様円 でえー、フードがついて8品ついてですね、えー、3時間半のビール、アーモリーカクテル、チューハイすべて飲み放題で4名、えー、様から2980円でやってますはい3時間半ってもうだいぶ長いですけどす楽しめますのでぜひご利用ください普通大体いい飲み放題って2時間とかじゃないですかそうですあの長めにとってあるのは <laughs> ゆっくりしていただきたいということと <laughs>、はい、あとおつまみの方も 量がありますのでゆっくり食べていただきたいということになってますのでそうですか、はい、で値段2980円でいいんですか <laughs> はいあのぜひ遊びに行って <laughs> すごいでて、はい、あとおすすめな女子会プランがあるそうなんですけどこれはもう本当のおすすめで、えー、女性同士のお客様ですと、えー、2580円で今言った内容,の料あ内容でご利用できます、はい、同じものが出るんですか出て えー、値段の方が2580円で3時間半の飲み放題付きになっています400円も安いんですかです、ね、<laughs> 400円安いんですよね、はい、2580円安くないですか、これで利益は出るんでしょうかあの店舗自体が <laughs>、はいえー、100名ほど入れる大きなスペースになってますので100名も、週末になりますとやはり皆さん、はい、多くの皆さんが。 遊びに来ててもらってますすそうなんですね、はい、あのこちらのです、ね、ラミネートされた綺麗なこのな、ね、皆さんたちにはネットでご覧いただいている方には、ね、ご紹介できるんですけれども本当にこの夜景を見ながらあの割とゆったりとした空間であのフードをいただきながらお酒が飲めるっていうでどの場所からも全部、夜景が見えるって中松さん、普通はこの橋の人は見れるけどこっち見れないという方が多いじゃないですか。そうですねもうこちらの方はもう全て、ね えー、360度焼けとなってますので、どちらの席からも見れます。うん、はい。ね360度全部見れるということでこんなありがたいねビアガで、ね、なかなかないのではないかと思います。岐、え、阜、ー、市の皆さんももちろんご利用していただきたいんですが、まああのね地域をまあ挟んで全然違うところから来ていただいてもちゃんと代行さんとかも準備。 されてるんですよね。はい、はいはい、ということ、昼も夜も大好の準備はできている <laughs> ということなので、ぜひ皆さん、えっ、ー、とビアガーデンビーサイドこちらの方にも、えー、足を運んでくださいね。えー、中村さん連絡先の方をご紹介いただいてもいいですか。はい、えー、ビアガーデンビーサイドの方が八九三七五二九 となってます、はい、はい、えとおじ営業時間の方まで<あ>もう一度ご紹介きます営業時間は、ね、夏場、えー、台風以外は営業してますので、えー、6時から12時までとなってますはい、はい、えと最後のオーダーストップは何時ぐらいまで、えー、11時に、はい、あのフードのほうのオーダーストップさせていただいて、えー、11時半にドリンクの方のオーダーストップですので、はいはい、ご利用ください、はいえー、場所が宜野湾市のきゅうな1039 の4階ということでシャリマの斜め前の、ねはい、分かりやすいビルですよね、はいこちらはの昼間の景色もいいんですけれども夜の夜景を見ながら皆さん、美味しいお酒をね飲みながら結婚式の二次会とか多いいんじゃなでですすかそうですね、はい、結構あのそういった方のご利用も多いですそうですすそうよね、えー、6月、7月はね逆にあのやはりこの結婚式の後の二次会なので、えー、利用される方はね、あのー、本当に。この おいしいお料理とお酒をね飲みながら夜景を見て短いっていうのもいいんじゃないでしょうか、皆さん、ぜひ特にこのおすすめっていうのは中松さんどんどなものがそうですね、うん、まあ一番のおすすめはこの見える夜景なんですが、うん、まあ料理の方うがいえばあのバーベキューチキンであったりピザでオリジナルピザであったりですね。 焼き鳥からチャンプルーまですべてありますので、うんはい、その時にあった食事も用意しています、はいはいでえー、ここの営業時間が深夜12時までということなので、はい、それからこのバーに行ったらいいんですかね結構、このビアガーデンの今度2次会、3次会になるんですがね、はい、そこの流れでまたモンタナの方に行かれる、はい、今度カラオケも置いてますので。 そこのカラオケで盛り上がりたい方はまたそちらの方の利用もお願いいしますはいはいはい、じゃあこちらの方もプランもあるということなのでこちらもすべ、えー、てセット料金込みで2000円3時間、今度は2000円でフード付き、<laughs> 飲み物付き、はい、カラオケも無料でこ,こはもっとお得なプランも用意してますので2000円ぜひご利そうですすはい2000円からやってます3時間で2000円ですか。そうですはい ね、飲み放題歌い放題フード付きですかはいそうですも,う<や>もっとお得にな,なってますのでぜひ今ですかいやいやこの値段はお得にな,なってますのでのちょっと安いですよ皆さんでですね、意外とこういうバーってお料理がなさそうなんですけどお料理も結構充実してるんですね,そうですね常時4,5,10種ぐらいの料理は、えー、提供できるようにすごいですね、うん、カクテルもね豊富なんですけどもこちらってやっぱりお酒の飲めない方用の ノンアルルコールとかかもあるんですか、はいえー、たくさんありますが、はい、その時きに行ってくださればアルコールなしのカクテルも用意しますので、はい、ぜひご利用ください、はいえー、バーモンタナさんね、えー、連絡先の方うをじゃご紹介いただいてもいいでしょうか、はいえー、営業時間が8時から朝6時まで、えー、定休日はありません、えー、電話番号8920876、えー、こちら、普天間の方の2の36の10。 えー、旧局前通りという通りにありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、えー、カウンター席が10席にボックス席が7席もあるということで、65名までは収容可能ということで、はいそうです。結構大きなところなんですね。で、中松さんに会いたい方はまたいらしてくださいということで、<laughs> はい。じゃ残すところの中松さん、あと一分ですので、どうぞ最後皆さんにメッセージを。はい。えー、あの議論のあのメンバー。 しっかり各地域の団体の方も一緒になって地域の発展のために一緒に頑張っていきたいと思いますのでぜひ社交組合、よろしくお願いします。 ということで、はい、緊張しましたはい、しました。<laughs> ありがとうございました。えっ、ー、とねこ、今日は、儀能湾市社交飲食協会,会会長の中松智之さん、そして、えバーモンタナさんと、えそして、ビアガーデン B サイドの PR でね、えそして最後、えー、第36回羽衣祭りの PR でお越しいただきました。本日はご出演ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 時刻は午後3時46分を回りました「FM786 ギノワンウェーブ」えこのコーナーはいよいよ最後のコーナーとなりますえ皆さんに1時間ギノワン情報をここ FM 読谷から電波という波に乗せてお伝えしてまいりましたが今日は皆さん1時間いかがでしたでしょうか 第2コーナー、第3コーナーは、宜ノ湾市社交飲食業協会会長の中松智之さんをえ皆様にね、ゲストとしてお招きいたしまして、宜ノ湾の美味しい情報、そしてギノワ市はどういった形で飲食業協会が成り立っているかというね、そういった仕組みなども皆様にご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかあっという間のね、30分だったんですけれども、 本当にこの宜野湾市の皆さんたちっていうのは、えー、仲間がとてもね、えー、すごくこの思いやりのある皆さんたちが揃っていらっしゃって宜野湾市をこれからますますね盛り上げていこうという方々の集まりとなっています。 え今佐喜真市長からその、ね、メッセージが入りまして、まあ、中松さんの方にえ伝えてくださいねということだったんですが、まあ、この社交飲食業協会というのは県内にたくさんあるということなんですがその中の宜野湾市の社交飲食業協会は現在約180名近くの皆さんが加入していらっしゃるということですですがやはり、ね、地元の皆さんが地元を盛り上げていく とっても大切なことだと思いますのでまた皆さんたちね、えー、加入したいなという方はご連絡先の方89223768922376こちらの方まで、えー、ご連絡の方お願いしたいと思います、えー、また会長の中松さんのお店ね 2つもお店があるって素敵ですよね1次会から4次会までどうぞ幅広いお時間でね皆さんのご利用をお待ちしていますということで、えー、ご紹介されていましたけれども行ったことのある方はね特にあの普天間の、ね、一角からの眺めというのは素晴らしいものがありますのでぜひ皆さんね足を運んでみてください。 えいよいよ最後のコーナーとなりましたけれども、えー、今度そうです約1ヶ月後に迫ってまいりました第36回羽衣祭りね先ほどリスナーさんからのメールにもお問い合わせがありましたがは、えー、羽衣祭りのボランティアスタッフの方を、ねまあ、募集しているということでしたのでぜひこちらの方羽衣祭り実行委員会 89727648972764こちらの方まで皆さんねお問い合わせをいただきたいと思います。 えこれからね夏休みになりましてえますますこの宜野湾市盛り上がってきますよ、夏になるとねえあちらこちらでエーサーとかお祭りがありますけれども、まあ、この一番大きいのが羽衣祭りということで羽衣伝説にちなんだお祭りがいよいよ8月の10日11日に迫ってまいりました。どううぞ皆さん、ね、たくさんの皆さささんんんんねたたくのが橋を運んでいただけるように現在 実行委員会の皆さんたちが、えー、いろいろな形で活動なさっていますので応援していただきたいと思いますえそして、ね、明日なんですけれども宜野湾の司法の方に、えー、が新しく第7月号、はい、発行されるということですのでこちらの方は、ね、商工会ですとか、えー、それから観光振興協会 そして、えー、こちらの手法の方ねない方とかは技能足の方に足を運んでいただくと受け取ることができますそしてねここ,ここで FM みよみたんからのお知らせなんですけれどもなんと7月号から この情報掲示板というコーナーに私たち FM 読みたんからラジオとし、ラジオの中で、え、昨ワン情報を発信していますよということで私たちのここの一角が掲載されることになりました。電波はね、FM 読みたん 78.6MHz ということで、毎週火曜日3時から4時ということで記事が掲載される予定となっています。 これまでは FM21 と FM2 来、こちらの2番組の方で、ギノワン氏の情報をね、発信していたわけなんですが、えいよいよ、私たちに FM 読みたんの方が掲載されることにな,な,なりましたので、どうぞ皆さんね、えー、これからもっともっとたくさんの皆さんに、えー、聞いていただけるように、私たちも頑張っていきたいなと思っています。えー、1時間お届けしてまいりました、FM786 ギノワンウェーブ、いかがでしたでしょうか 1>, 1時間という時間はあっという間なんですけれどもえ毎週毎週最新情報をえここ FM 読谷の電波という波に乗せて読谷村から宜野湾市の皆さんに届けてまいりたいと思いますえ西海岸エリアは現在 78.6MHz このインターネットでももちろんそうなんですけれども 78.6MHz の電波という波に乗せて幅広い地域に情報を配信しております 約140名いるパーソナリティの皆さんたちが毎日毎日生放送でここ FM 読ミタンの本スタジオまたは紫村にありますサテライトスタジオから番組を発信しています多くの情報を皆さんたちにお届けしてまいりますのでこれからも FM78.6MHzFM 読ミタンをお楽しみいただきたいと思いますそして来週の f m 7 8 6ギノワンウェブ えー、今回は、えー、今回皆さんにねご紹介いたしましたのは、木の湾の情報と、そして、えー、社交飲食業協会の中松さんをゲストにお招きいたしましたが、来週は普天間神宮の荒、えーね、垣風一さんをお招きしてお届けしたいと思いますので、どうぞ皆さんお楽しみに。えー、それでは、熱、えー、い毎日が続きますけれども、皆さん今日もお仕事ね、あと残すところ後半頑張っていただいて、 え、そして、明日からもまた、ね、熱中症に気をつけながら、頑張っていただきたいと思います。え、それでは、一時間あっという間でしたが、皆さん、ありがとうございました。それでは、皆さん、来週まで、さようなら。